ホーム、神奈美駅俯瞰神奈美駅周辺の地図神奈美駅は、静岡県田形郡神奈美町大竹にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA01。運行形態の詳細は、東海道線を参照。神奈美町の北東の外れに位置し、神奈美町の中心部から離れた場所にある。静岡県内にある、東海道本線の駅としては唯一。 町に所在する駅である。丹那トンネルの西口にあり、このトンネルが貫通した1934年の12月に駅は開業した。現在の停車列車は普通列車のみである。1996年3月に特急列車に格上げされるまでは、急行、東海1号4号が停車していた。丹那トンネル建設計画が発表された時、 この地への駅の設置予定はなかったが、運転上重要な場所であるため信号場が設置されることになった。しかし、神奈美村が請願を行った結果、信号場ではなく駅が開設された。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームのない対比線も上下一本ずつ付設されている。また、保線車両用の側線が上り線北側に設けられている。三島方。 熱海方それぞれに渡り線も設置されており、工事臨時列車や軌道計測車の折り返しに使われている。駅舎は、構内南側にあり、木造平屋建てで開業当時からの由緒あるものだが、きれいにリニューアルされている。駅舎内には、JR 全線切符売り場や自動券売機、とか、チャージ機、待合室が設置され、改札には、扉と、 センサーが省略された簡易型自動改札機が導入されている。また、鉄道模型のミニジオラマも展示されている。JR 全線切符売り場はもちろん、自動券売機とかチャージ機も駅員が不在になるとかどうしない。そのため、切符の購入ととかのチャージができず、車内で切符を買う必要がある。旅客列車、貨物列車を問わず、列車本数が多いため、 運転業務を取り扱う運転取扱駅となっている。また、駅員が終日配置される。直営駅であるが、三島駅の非管理下にあり、管理駅長は配置されず、地区駅長が配置される。すべての発着列車に対して、出発指示合図を送る、立場業務を行っていたが、車掌用のホーム安全確認モニターが増設されたことを受け、 二千十四年六月三十日をもって廃止された。廃止日時点では JR 東海静岡地区の在来線の駅で電子電令装置と発車ブザーが使用されているのはこの神奈美駅のみであった。現在は発車メロディの代用の乗車促進音として三百十三 k ではオリジナルメロディを e 二百三十三 k では東京方面がゴタデルベヤヌ、沼津方面が ウォータークラウンをそれぞれ車両の車外スピーカーから流す形をとっている。発車表はホーム、改札ともに設置されていないが列車の接近を知らせる電光掲示板が上下ホームそれぞれにある。運転見合わせやダイヤの乱れが発生した場合は改札前に置かれるホワイトボードで案内されていたが2019年3月以降に 順次開始された運行情報の充実に関する取り組みにより、液晶モニターを使用したものが設置された。静岡県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は1758人で、ある。近年の推移は以下の通りである。神奈美駅より、丹那トンネル高校を望む駅の周辺は、神奈美市街の北東の外れである。駅近くには、 無料の駐輪場があるほか、多くの月決め有料駐車場があり、通勤、通学客に利用されている。駅前からは、伊豆箱根バスなどのバスや、伊豆箱根鉄道系列の伊豆箱根タクシー、神奈美タクシーといったタクシーが発着する。また駅から1キロメートルほど南西に行った神奈美町、上沢には、新幹線という地名がある。その由来は、一体が、 東海道新幹線建設の際の作業員、居住地区であったからだと言われる。また、その周辺には、幹線上、幹線下という名の伊豆箱根バスのバス停留場もある。駅の東側にはすぐ、丹那トンネルの高校がある。高校近くには、トンネル工事の犠牲者の石踏みもある。このほか、駅の周辺にある施設や史跡を以下に示す。駅前には、神奈美駅バス停があり、 以下のバスが運行されている。注釈出店、ありがとうございます。